こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科橋本です。下の歯の裏側になりますが、このように歯石が付着しています。それを除去していきます。歯石ですから石なので麻酔薬は一切いりません。痛いということは痛くしたというふうに考えています。そしてこのように超音波の振動により水を流しながら歯石を砕いて除去していきます。痛くしないということです。麻酔をしないということはですね、麻酔が嫌いな方、歯医者さんが嫌いな方、苦手な方も十分治療が行えます。それはなぜかということも LINE された時にお話をしてみたいと思います。痛くなく丁寧にあなたの歯石を除去していきます。麻酔をしませんので、痛いところ、痛くないところ、しみるところすべて感知しながら丁寧に除去していきます。早く短期間に乱暴に行うのがいいことではありません。ですから皆さん安心して歯石除去が受けることができます。除去した後はこのような映像を患者さんにお見せし説明しますので、1回あたりの時間、診療時間、説明の時間を入れるとやはり30分では足りないということです。